回から準レギュラーで登場してくれる鍋さんはいろんな仕事をしている人で、コーチの昔からの友人だよ。今多分見てる人何者か分かんないと思うよ。今このステイホームでいろいろやってんのが白いスニーカーに絵を描いたりしてんだよね。誰が描いたんですか、鍋さん。俺すげえ、うまいじゃん。めっちゃおしゃれ。え、うまいじゃん。うまいでしょ。うん、いや、もともと絵のセンスあるんだけどめちゃめちゃ可愛いでしょ。だってこれ1500円だよ。で、いくら出るの。いや、売らない売らない。すごい。頼まれればやるけど。あ、じゃあこれで YouTube で頼まれたら、鍋さん100足ぐらい来るかもしれないじゃん、そしたら。いや、だから YouTube 上げてコメント なりし、なんかで何センチですって言ってくれれば、全然やる？全然、考えるよ。いや、考えるって多分やるかやらないか。まずそもそも学ぶが、俺にも作ってくださいよって言わないってこと、あんまいいと思ってないってこと。いや、俺汚れちゃうもん、白だとすぐ。え？白だとすぐ汚れちゃうもん。だって何気にさ、俺いつもいろんな画像チェックしてるけど、サッカーの時は汚れるけど、ちょっとOB の先輩とかちょっと誰かだとき小綺麗な格好してんじゃん。ああ、靴ちょうだいじゃん、それ。え、ちょうだい。何センチ。26.5。 ちっちゃえ、お、ちょっとそれでもなんか恥ずかしいから、俺 25.5 なんだけど、大きめに言ったんだけど。嘘でしょ。ほんとほんと 25.5 ですよ。 5.5? 5.5 でも、ちょっと恥ずかしいから6.5って言った。え、じゃあ 5.5 でいいの。いや、5.5 だとスパイクとはちょっとちっちゃいから、6.5。はいはい、6.5 で、これほら、自分で書くから、パスとか、うん、いろんななんつうの、メス、なんなんかも名前とかさ、ボネラじゃねえや、なんだっけ。ラファーガとか、パスとか、ヤブイカとか。そういうの書けるよ。だんだんちょっとキレが良くなってきたんだよね。え、ちょっと緊張してるよ今日。この前のと違う、茶化してる時と違う。じゃあだからさ、あんまりほら変なこと言えないっていうのもあるし。まあね、言っていいよ、カットするから。それじゃだって普通の電話、お前との普通の会話になっちゃうじゃん。じゃあ俺とナベさんの電話多分全部載せられないと思った。いや、まあね、そうそう、だからそういうのやったり、あと友達の、お店の板前が履く靴とかにペイント頼まれてしたりとかしてる。でもそれがだって鍋さんメインじゃないですもんね、仕事。全然。メイン何やってるんですか。メインはだから、夜になったらのコロナ警察だよ、コロナ警察。どんな警察やるんですか。はい、マスクしてください、マスクしてくださいっつって。警察さん、あとはよろしくね。まあ、じゃあ今年の J リーグの、まあまだ開幕一戦だけじゃん。で、俺は生で見たんだけど、優勝予想はすげえ難しいんだけど、新しい加盟、まあ、移籍とかあったりして、このチーム面白いんじゃないかなっていうのは、どこ学ぶから見て。いや、僕はベルマーレしか応援してないですけどね。他のチームそんな興味なくないですか。言ってるよお前、そんなこと。だってそうじゃないですか。だって他のチーム評価してもしょうがないでしょ。いやいや、そうなんだけど、俺、オルンガっているじゃん。ん？オルンガ。ああ。柏。はいはいはい。柏は結構補強したよね。いやー、柏は俺多分強いと思うんだよね。いや、結構多いでしょ。なんか柏は結構評価高いよね。柏は、オルンガと、まあ、強いな。マリノスは？いや、マリノスは、ディフェンスは、ね、安定してるけど、意外にゼロックスで、ゼロックスも生で見に行ってたんだけど、
神戸、うん、やっぱほらイニエスタだホタルだね、あそこがやっぱ固まったら強いよやっぱね。イニエスタの生のプレー見たことある？ない。めちゃめちゃうまいよ。いつもダゾーンでしか見てない。あーまあまあなんかね、まずボールを取られない、体の使い方でタッチがね独特だよね。全然違う、うん、こんな違うんだと思ったもん、うん、やっぱそれが世界の差なんじゃない。で、あと無駄なスプリントをしない、うん、あのやっぱ体力ないから無駄な走りはしないんだけど、ここあ今だっていう時はやっぱするよね。メッシもそうだもんね。メッシ全然動いてない。確かにすごいもんね。ゆっくりゆっくりさ、こうダラダラやってんだけど、一瞬ブランっていく時は早いじゃん。あそこはやっぱイニエスタはすごいよね。マリノスは鍋だ。マリノスは、補強、まあいろいろしたんだけど、アマジュンが戻ってきて、うん、ベルギーから、うん、でもやっぱテル、エジガル、マルコス・ジュニオール、エリキ、まあ今年も優勝するとは思うんだけど、怪我してほしくないね、みんな。けど学ぶなんか選手だったから分かると思うけど、こんだけ休むことってないじゃん、J リーガーが。そうだ、上がんないよね、多分ね。上がんないでしょ。あでも来週から試合で、いきなりトップに、あのトップスピードでプレーして、体がまだ上がってきてないのに、その足首だったり、筋肉だったり、肉離れだ、骨折だって、俺、それは怖いなと思ってて。マイナス平均年齢何歳ぐらい ?27。とかかな。高いよね、結構ね。まあ、ボンバー先輩が抜けたから、うん、だいぶ若くなったんじゃん。でも、まあまあ、高いでしょ。まあ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 、高いけど、若くはなったよね。ベルマーレ22とか3だから、全然、あのここからバンバンいけると思うんだよね。だあれじゃない、今のマリノスの監督のアタッキングフットボールが、はいはいはい、やっぱり浸透するまでに時間がやっぱ2年ぐらいかかったから、ベルマーレもチーム作りっていうのをちゃんとすれば強くなるんじゃない。いやでもね、こういう短期決戦だったら若手の方が強いかなと思うんだけど。はいはいはい。一回だって天皇杯じゃなくてベルマーレに負けたもんね。ねえ、マリノス。だから分かんないと思うよ、今回も。いい選手でも、あの高校の後輩とか。そう、トイチ、ま、左利きのトイチ、斎藤、瑞希、美月。ちなみに、シーズン始まったら、うん、見に行ったりするの？全然行きますよ。もう今年行こうかなと思って、子供たち連れて。あで、マリノス、あれ仙台だとマリノスでしょ、でも。ね。アウェー。マリノスがホームで、僕たちはアウェーであるような。松原学です。YouTube 始めました。チャンネル登録よろしくお願いします。